俺が何か知っておるか。キリシタンの彫り物でございます。つば！この中でクリストヴァン・フェレール、トムス・パドゥの所属をしておる人はないか。だから私たちは彼のことを知りたい。それよりキリシタンは近世のこの国になぜ上陸された。処刑を受けるのを承知で来られたか。準教は元より覚悟しております。両人ともどうしても転ばぬと申すのか。